方は暗闇に光を投げ込み、私の目を開き、今私はあなたが見える。暗闇の中をさまよう子羊、悲しみの奥底で心のどこかで何か頼れるものを追い求めてたけれど、今はあなたの存在を、愛を感じる。イエスの十字架が私を救い、イエスの十字架が罪をあがない、イエスの十字架が私の希望、今イエスを信じ主はこの地に光を投げ込み、悲しみにくれたあなたの心を照らします。暗闇の中をさまようあなたを、命をかけてまで方がいる。イエスの十字架があなたを救う、イエスの十字架があなたを癒す、イエスの十字架があなたの希望を、今イエスを信じ全てを癒す、イエスの十字架が全ての希望を、今イエスを信じ、今イエスを信じ、今イエスを信じ、
皆さんこんにちは。我が魂の賛美をご覧いただきありがとうございます。今日のゲストはワーシップの、シンガーソングライターの、野城玲君です。こんにちは。こんにちは。1曲目、十字架について、語った、曲を演奏してくれましたけれども、はい、イースターですね。そうですね、はい、もう間近で。なんかあっという間に、あっという間にというか今年はちょっと早いので、そうですね、うん、3月にイースターということで、はい、イースターバニーがこっそりと、こっそりといるんですね。レイ君のとこではなんかイースターは何かしますか？イースターエッグを家族で作ります。家族で、はい、あ、それはいいですね。はい、ホームチャーチなんかアメリカにいたことがあるってことで、はい、そうですね、2年間やっぱりその影響もありますか？そうですね、アメリカでは、まあ、800人ぐらいの教会の、まあ、まあ、向こうではそんなに大きな教会とでもまではいかないですけど、はい、まあ、でもそこではそれぞれの家族でイースター1個を作るみたいな、そういうのがありました。それぞれの家族で1個？いや、1個じゃなくて、うん、なんか持ち寄りでイースター1個持ってきたり、まあ、なんかそのイースター用の、まあ、なんかその入れるカプセルというか、うんうんうん、そういうのに、まあ、子供たちだったらお菓子を入れてイースターエッグを探しに行くっていう、うんうんうん、敷地が広いのでいろんなところに散らばってて、ね、なんか最近はやっと日本でもなんかデパートとかそうですね、こんなとこで、はい、ハッピーイースターとかってこうまあ商業用の宣伝ですけど、なんかこう春らしい そういうのを始めて、なんか、はい、まあ良かったなと思って。あ、そうですね、確かにイースターという言葉を知ってもらえるのは。その1曲目のその十字架についてその書いた曲は自分のオリジナル、はい、そうですね、はい、どんな時にこの曲は？そうですね、まあ、僕は牧師家庭で育ったんですけど、アメリカに行った時はまあ周りにいるのが大体クリスチャンの友達というか、うんうん、別に自分がクリスチャンだっていうことを言っても、まあ、何の迫害というもされないというか別に変な目で見られないし、それは普通だよねみたいな感じだったんですけど、日本に帰ってきて、まあ、クリスチャンとか牧師の息子っていうと、まあ、すごい変なものを見るかのような目で見られたり、ですごいこうクリスチャンがアウェーっていうか、そういう中で、まあ、自分の信仰もこうだん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 落ちてきたっていうか、うんうん、周りにクリスチャンの同年代の友達が一人もいなかったので、うん、でこうどんどん落ちてったんですけど、ある時に、まあ、ある一人のこのきっかけにこう新しくイエス様と出会って、で本当にこう自分の暗黒期というか、もう本当にイエス様を信じてるようで信じてない、うん、まあ、聖書一切読まない、サミをまあただ歌うだけ、教会も行くだけ、見言葉聞いても別に入ってないとか、テスト勉強その間にしたりとか、うん、そんな生活だったんですけど、まあ、本当に心のどこかでなんかこう頼れるものを何か求めた時に、あ、それが本当にイエス様だったっていう、その出会った瞬間の時にできた曲です。それは何年ぐらい前？そうですね、高校2年生の時だったので、今から、うん、5年前とかですかね、はい、今大学生ということで、はい、そうです、ね、本当にこの番組に出てくれた富安優斗君も友達ということで、そうですね、はい、ね、なんかその横のつながりもそうです、ね、なんか楽しいなと思うんですけど、はい、お父さんが、まあ、先ほど言ったように、牧師で、はい、それで野城先生というと本当に有名な方で、そうですね、ね、はい、ワーシップのそのミクタムの赤本の中にありますね、たくさん曲が入ってて、はい、栄光の雲に乗って、違う、この雲が宮に満ちて、にが宮に満ち て、ね、今は知ってる知らない人もいるのかなっていう、そうですね、うん、はい、でもすごく歌われた曲だし、さあ手を打ち鳴らし、はい、ね、なんかこうその当時日本人のそのオリジナルを書く人っていうのはほとんど、だから中先生とか岩渕さんとか本当にそういう他には数えるほどしかいなかった中で、
いやなんかすごいなと思って、いやそう本当尊敬してますねあんまり本人に言わないですけど、あそうです尊敬はしてますね、すごく、はい、2世代でこう、はい、引きその DNA を引き継いで、はい、こうワーシップのこうオリジナル曲を書いてるっていうのが、うん、あすごいなんか励まされるというか、あ楽しみだなと思いましたですね、はい本当に感謝です、あの本当まあ神様が与えてくださったギフトだと思うので、うん、やっぱり声もギターも最初はまあ楽しいから、うんまあ、ただ歌うのが好きだからだったんですけど、まあ、本当に新しくイエス様に出会ってからそれは本当に神様が自分に与えてくださったものだから本当に神様を賛美するためだけに使いたいと思って、うん、そこからですねなんか与えられるようになり始めましたね、まあ、どんな時にこう賛美の曲って与えられるんですか？まあ、自分で作ろうかなって思って作る時もありますけど、多くの場合は祈ってる中ですかね、自分でギター弾いて賛美して祈ってる中で、こう一つの思いが与えられたりで、それで聖書読んでどっかないかなって探しながら、まあ、歌詞がそうちょっとずつ出てきたり、まあ、本当にごくたまにですけど、うん、メロディーと、その歌詞が与えられると同時に与えられるっていう時も、うんうん、まあ、それは短い賛美ですけどそういうのもありますね、はい、なるほど、じゃあ早速2曲目に、はい、お願いしたいんですけど、はい、曲を教えてもらう献身ソングという、はい、賛美です。じゃあ献身ソング、はい、どうぞお聴きください。走り続ける、主を愛し従う者には尽きない恵みが与えられるから、信仰を持って前に進み出よう、身を結ぶ人生を歩こう、話して主の前に出て祈ろう、私を清め道からにより立ち上がらせてください。あなたを恐れる心を、あなたを求める心を、あなたに従う心を、私のうちに作ってください。あなたを恐れる心を、あなたを求める心を、あなたに従う心を、私のうちに作ってください。今あるものを投げ出して主の前に出て呪おう。
私はイエスに生きる限り従いついて行きまて今あるものを投げ出して主の前に出て祈ろう私はイエスに生きる限り従いついて行きます従いついて行きます従いついて行きますこの機会に心から神さんに感謝します。今の曲はタイトルは献身ソングっていう、賛美です。まあ、歌詞の中には一つも献身という言葉は出てこないんですけど本当にその曲全体が一瞬一瞬の献身また日々の献身本当に一生の献身を、賛美にしました。本当に1曲目でも賛美したんですけど、まあ、1曲目は十字架という賛美でその後にこの献身ソングという賛美をしたんですけど本当に自分がイエス様に出会ってイエス様の十字架に触れて、変わったそして本当にこのイエス様に一生自分が捧げて生きていきたい一瞬一瞬どんな時であっても人のためではなくてまたなんか親のためとかそういうものではなくて本当に神様のために生きていきたいそういう思いを、賛美にしました。そして、これから賛美する曲は世界のあらゆる場所でという賛美です。僕が本当に最近夢見ていることはまた僕のビジョンは世界のあらゆる場所で本当に同じ時にイエス様の皆を全ての国民がそれぞれの国の言語で神様を賛美するその日が来ることを本当に夢見ています。日本に置かれてまずは本当に日本のリバイバルを切に求めてますけど本当に世界が主の皆を掲げるそして本当にイエス様がその時戻ってこられる時に本当にハレルヤイエス様に本当にハレルヤ主は素晴らしい本当に主に歌おうまたそのような時が来ると信じて、僕は本当に毎日祈りつつ生きています。日本にいると本当に希望を失いそうになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、周りにクリスチャンがいなくて自分だけクリスチャン家族の中でも自分だけはクリスチャン、そういう時があると思います。でも、真実はイエス様に全ての希望があるということ人が何と言おうとイエス様に希望があるということそのことを信じて一緒に、まあ、まだ会ったことない人もこの日本の中でいると思うんですけどでも共にこの国のリバイバルのためにそれぞれの場所で立ち上がってそれぞれの場所で主を賛美してそれぞれの場所で主の皆を掲げてそして御国を宣言していくそのようなことが本当にこの日本中でもできていったらなと思います。最後に世界のある場所で聞いてください。西の島々で主を褒め歌え世界のあらゆる場所で主がイスラエルの神が崇められる東の国々で主を崇め西の島々で主を褒め歌え世界のあらゆる場所で主がイスラエルの神が崇められる
ハレルヤイエスに、ハレルヤ歌え、声を張り上げ喜び歌え、ハレルヤイエスに、ハレルヤ歌え、それぞれの言葉で主をあがめよ。東の国々で主をあがめ、西の島々で主を褒め歌え、世界のあらゆる場所で主がイスラエルの神が崇められる。ハレルヤイエスに、ハレルヤ歌え、声を張り上げ喜び歌え、ハレルヤイエスに、ハレルヤ歌え、それぞれの言葉で主をあがめよ。ハレルヤ叫べ、ハレルヤ歌え、声を張り上げ喜び歌え、ハレルヤイエスに、ハレルヤ歌え、これぞれの言葉で主をあがめよ、それぞれの言葉で主をあがめよ、それぞれの言葉で主をあがめよ。ありがとうございました。ありがとうございました。2曲続けて歌っていただいたんですけど、なんか本当にダイレクトに賛美。そうですね。うん、はい。もうダイレクトに神様の賛美が、まあ、それがなんか自分のやっぱり賛美を作る時のテーマであるというか、うん、それは常に神様を賛美するものでありたいなと思っているので、なんか本当にすぐに口ずさめちゃうね。そう。ワーシップソングっていう中ではすごくやっぱり。みんなで歌うものだから歌いやすいっていうのはすごく大切ですよね。 そうですね、はい、あまり難しいこうふわりにしないとか、うん、難しいコードをつかないとか、まあ、みんなでそれを賛美できたら一番いいなと思ってます。ぜひなんか、ね、みんなで歌いたいなと。あ、ぜひぜひ。そうですね、はい、でなんか最近、日本を横断祈りの旅に出たっていう、ね、はい、知ってましたの、ね、はい、その Facebook でこう、はい、いろいろアップしてましたけど、ね、きっかけは、きっかけは最初は祈りはなかったんですね。最初は山口県まで車で行けるんじゃないかっていう、はい、話になって、まあ次は大学4年生なので、はい、まあ、大学生のこう、まあ、何かできるときに大学生っぽいことやろうよって言って、大学にクリスチャンの子たちと、まあ、後輩の声かけてやったんですけど、3人で、当初は4人だったんですけど、まあ、1人、まあ、これその時は来れなくなって3人になっちゃったんですけど、ただ全員で集まって話したときに、なんかやっぱり自分たちがクリスチャンとしてなんかそういう旅をするなら、まあ、なんか違うことをやりたいねって言って、でなんか不思議と違って、みんななんか祈りに行きたいねってなってじゃあできるだけ多くの県を回って山口までって予定だったんですけど、うん、いや山口まで行ったらじゃあ鹿児島まで行こうってなってじゃあ鹿児島まで行って、とにかくこう関西、中国地方、九州全部を回って一つ一つの県で泊まって祈って賛美を捧げて、うん、御国を宣言、そこの地に御国を宣言するっていうことを
っていうなんかビジョンがあって、やってきました。いやなんかもうそれをね、そういう若者がいるっていうだけですごい感動しましたよ。本当にあれを神様が本当に与えてくださったと思って。でね、今タイムリーにこうすぐに今何どこどこ県にいますとかね、持っていますとかっていうのがこうダイレクトにすぐにこう言えるから、はい、なんかね、あすごい今どこで祈ってるんだみたいな。そうですね、はい、実際いろんな県を、通って、泊まって祈る時っていうのは、なんか違いとか霊的なそういう雰囲気とかってなんかありますか？いやまあそれぞれの県に本当特色がありますね。なんていうか、いわゆる高きところというか、うん、山の中に、鳥居があったり、うん、なんかお寺があったりして、こうなんか人々は本当にああいうところに行くんだなっていうのを感じたり、あとは個人長崎なんですけど、うん、まあ26聖人とかで有名で、意外と霊的な雰囲気が開けてるのかなと思ったんだけど、一番重くて、うんうん、周りになんか30メートルぐらい の偶像というか銅像があって、あったり大きな神社があったりして、うんうん、まあ、なんかこう聖人が前に出て、うん、イエス様が全然前に出てきてないような印象もあって、一番祈ってる時はなんかすごい重い雰囲気でしたね。もちろん教会が少ない地域とかもたくさんやっぱりあるので、うんうんうん、一つ一つ違いますけど、はい、でも祈ってる中でやっぱりでもそれぞれ神様特別なプランがそれぞれの県にはあるんだろうなというのも感じました、うんうん、じゃあ一番その記憶に残ってる、ところでは長崎ですか？そうですね、はい、一番そう、それですね、ね、すごい疲れたと思うんです。あ、そうですね。心は元気なんですけど、体力的には1日本当13時間とか運転したりとかもするので、はい、体力的にはまあでも学生のうちしかできないって感じですね。そうですね、はい、また行きたいとは思いますか？思いますね。なんか夏に今度は東北とか、うんうんうん、まあ、信越とか、まあ、そっちの行けてない県のために、まあ、祈りに行きたいねっていう思いはあって、まあ、そのために今祈ってる段階ですね。せっかく行くんだったら、じゃあこのテレビを見てる教会で、あ、そうです、賛美をして、あ、一番は本当に教会に出る、ね、いろんなところで呼んでもらって、はい、賛美を、そうですね、ね、はい、全ての国々でったり、はい、日本の全てのところで賛美が捧げられたら、ね、そうですね、はい、まあこれからまだ学生で将来のビジョンとかね、はい、まあ、お父さんが牧師先生で、それをこう教会を引き継ごうとかそういうビジョンとか、あまあ将来的にはフルタイムで、まあ、どんな形でも献身したいなって思われるので、うん、まあ、牧師かもしれないし、はい、伝道師とか宣教師とかも分からないですけど、そういう思いなんですけど、まあ、今祈ってる段階では教師になろうかなと思って、で自分の母校がミッション系なんですけど、母校の先生になって、でそこでクリスチャンの先生がメッセージを担当することになるので礼拝があるんですけど、そこで大体に福音が語れるならそこに引こうかなと思って、やっぱり若い世代に子供たちに福音を伝えられたらなっていう、それが今の一番のビジョンですかね、はい、素晴らしい、ね、母校で賛美リードとかですね、なんか賛美集会とかもなんか一応クリスチャンの集まり、シャロームっていうなんかクリスチャンの集まりがあるんですけど、はいはい、そこでなんか前からずっと前からなんか賛美集会をやりたいみたいな動きがあるのでできたらいいなとは思ってますね、はい、分かりました。最後の質問になるんですけど、はい、賛美は、どういう賛美、はい、賛美は僕にとっては一言で言うと神様の生贄ですかね、はい、本当にやっぱり賛美は神様から出てくるもの、そして神様に返ってくるものだなと僕は思ってるので、常にやっぱり時になんか賛美が誰かへのプレゼントとか人へのプレゼントとしてもこう扱われるものだと思うんですけど、もちろんそれはいいと思うんですけど、でも究極的にはやっぱりそれは神様への捧げ物で、まあ、僕自身ありたいなと思ってるで、賛美の生贄、そうですね、本当犠牲を持って捧げる、はい、とても
ありがとうございます。はい、またこれから、どんどんいろんなところで、はい、用いられるのを楽しみにしています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。我が魂の賛美をご覧の皆様、いつもありがとうございます。この番組では皆様からの、リクエスト、また感想を、募集しています。ぜひ、ホームページを見て、書き込みなどしてくださればと思います。それでは次週、我が魂の賛美でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。